ちょうどまあ上位に関係する話がまあいくつかですね、動きがありました。一つは御即位の一般参賀というものがね行われるという、まあ、一般参賀といえば天皇誕生日と、まあ、新年正月2日この2つなんですけども、さすがにこれね上位がありますので、5月1日に上位遊ばした直後の5月4日3日後の5月4日ですよ、一般参賀を行うという方針が定まりました。一応確認していきましょう。宮内庁は4日、皇太子様の新天皇即位を祝う一般参賀を5月4日に皇居で開催する方針を明らかにした。新天皇のほか、新皇后となる雅子様や皇嗣となる秋篠宮様、紀子様をはじめ皇族方の出席を検討している。上皇上皇后となる天皇皇后両陛下は出席しない見通し。そうなんですよ。これから一般参賀、天皇誕生日も、それから、新年もですね、これからありますけれども、もう上皇陛下は、ね、出席を荒らせられないということになりそうですね。もし引き続きお出になるのであれば、この5月4日の一般参賀、お出になるはずですからね。はい。新天皇即位を祝う一般参賀は当初即位を内外に示す10月22日の後の10月26日に予定していたが、即位から間もなく実施した方が良いと判断した。5月4日は連休中に当たるため多くの人が足を運びやすいとも考えたというということです。4月30日に天皇陛下の退位の儀式、大礼正殿の儀が行われ、皇太子様は5月1日に新天皇にご即位を遊ばします。そうですね、大礼が行われ、そして、検事等ご動座がありまして、昇敬の儀がありまして、そして5月4日には一般参賀という、まあこういう流れになりそうです。これはですね、国民総参賀ですわ。まあ実際1億人入れないんですけど、国民総参賀という感じですね。ちなみに、まあ以前言ったけども、一応繰り返しておきます。一般参賀という言葉は私はですね、違和感を感じます。一般参賀、何ですか一般参賀って。特別参賀があるんですか。いや別に特別参賀なんかないんですよ。ノットで一般いらないじゃないですか。参賀以上ね、そうですよね。参賀が行われます。何が悪いんですか。一般参賀、いや一訓万民ですからね、そりゃ参賀でいいはずだと思いますよ。はい。なのでまあ私は5月4日必ず行きますし、みんなも行きましょう。行くっしょ、行くよね、みんな。ここで行かなくてどこで行くのさ。はい。ねえ。行きましょう。ということで、5月4日は国民総参賀ということで、皆様も、まあ、特別な事情がない限り、必ず行くように、はい。はい。国民総参賀でございます。はい。お願いいたします。あと、それからですね、つい数日前の発表ですけども、どうも4月30日の深夜0時、まあ、24時ですね、5月1日の深夜0時、まさに上位が行われるその瞬間ですけども、その時間帯で深夜0時ですよ、深夜0時の時間帯に、三種の神器が継承される、まあ検事と昇敬がですね、まあ、三種の神器の継承が、30日の夜に行われるということに、なんか方針が固まったらしいですね。はい。いや、これはですね、まあ、私をはじめ保守派がずっと言い続けてきたことです。政府は政府で退位と即位を分けようとしましたね。私は一体としてするべきだと言いました。だってほら、空位が生じるような雰囲気になっちゃいますからね。退位から即位まで一晩空いたら、その日の晩は誰が天皇なのと、もちろん深夜0時で切り替わると法律上の構成はそうだとしてもですね、やっぱですね、お疲れ様でしたって退位礼済ましたらもう天皇じゃなくなったようにやっぱ見えますからね。ですからやっぱり空位というものがあってはいけないんですね。つまり、現在の天皇陛下が天皇である時間とですね、で次皇太子殿下が天皇になられる時間がピチッと一致してですね、はい、こう空いちゃダメですよ。
ピチッと一致すると、やめた瞬間変新天皇が立つというね、1秒でも2秒でも空白があってはいけないわけですね。それを実現するためにですね、事実上の、三種の神器の継承は4月30日の深夜0時をまたいで行われるということです。で、実際のものを動かすのは翌日の朝らしい、儀式として行うのは翌朝の10時ぐらいらしい、朝らしいんですけども、体裁としてはですね、深夜0時をまたいだ形で、三種の神器が動くと、はい、これはですね、論理的に正しい、まあ、これはですね、保守派がずっと言い続けたことですけど、ようやくここできてです、ね、最後保守派に少しね、風が吹いてきたというところではないかと思います。